福井義雄は大日本帝国海軍の軍人。総連26期。最終階級は海軍隊員。日中戦争及び太平洋戦争に海軍航空隊員として従軍し、11機もの敵機を撃墜したエースパイロットとして知られる。1913年4月10日、香川県に生まれる。1931年、佐世保海兵団に入団。 西米兵となるも、1934年9月、操縦練習生となり、翌1935年3月終了。同期生に、松葉明を、佐藤一志、太平デーラ飛行場に強行着陸した、大石秀夫ら。大村海軍航空隊、鹿野屋海軍航空隊を経て、空母、竜城飛行隊。1937年8月22日。 鉱山方面にて、金子忠だし意式の95式艦船4機編隊の2番機として、紹介行動中、カーチスホーク3及び、ボーイング281戦闘機など敵18機編隊と、遭遇、交戦の末、30分間足らずで、単独3機、部隊で6機撃墜の戦果を上げる。9月21日、関東攻撃で2機を撃墜。12月、 横須賀海軍航空隊に展示内地に帰還。1937年4月、空母、加賀飛行隊に展示、再び、南市作戦に従事。9月13日、流州攻撃で、カーチスホークを一機撃墜、反復して、大地攻撃を行う。12月、空母、赤城飛行隊に展示る。矢田部、かのや、百里原、大分海軍航空隊教員。 1941年4月、空想庁昇進。1943年6月、随宝飛行隊に転属。11月1日、ラバウル基地に進出。翌2日11時40分、P-3880 機と p 2 5 7 5機の空襲を受け、P-251 機を撃墜するも、P-38 編隊に撃墜され。 右足に火傷を負ったが、3日後に復帰し、数時の空前に、参加の地、トラック島に復帰した。1944年2月、新設の601空に転属。随格に乗り組み、アゴ作戦に参加。6月19日、第1次攻撃体制空隊小隊長として、出撃、一機を撃墜。翌初回日夕、母官ラウェイ任務を務め、米攻撃機と交戦。 7月、653空戦闘第165、飛行隊に展示、再び随格乗組として10月24日に、人置き海戦に参加。機動部隊攻撃に参加後、母艦に帰還したが、撃沈され、駆逐艦に救助された。11月、戦闘第304飛行隊に展示、陸路でパレンバン基地に向かう。翌年1月、本土に帰還し、 302空腹となりそのまま終戦を迎えた。1989年6月30日に香川県で死去。ありがとうございます。